そのまま食べても面白くないんでね、ちょっと面白いものを作っていこうと思います。はい、いらっしゃいませ。サンロードの花園です。いつもご視聴いただきまして誠にありがとうございます。ご覧のようにですね、マルキン食品の商品いろいろと勢ぞろいいたしております。先日ですね、マルキン食品の営業の方からですね、いろいろな新商品のサンプルいただきましたんで、こちらですね、ご紹介していこうと思います。今回はですね、こちら、マルキン食品の国産ひわり原野、こちらを使ってね、ちょっと変わったものを作っていこうと思います。はい、ということで今回はですね、こちらマルキン食品の国産ひきわり、こちらをね試食していこうと思うんですけどもね、そのまま食べても面白くないんでね、ちょっと面白いものを作っていこうと思います。チャンネル登録してね。まずはこちらのですね、フランスのリッチモーニングですね、こちらをですね、こういう風にサンドできるようにですね、ちょっと真ん中で切っていこうと思います。それではですね、パンに切り込みを入れまして、それでここにですね、シソの葉挟んでいこうと思います。で、この間にですね、国産ひきわりをですね、挟んでいこうと思います。それではひきわり納豆を混ぜていきます。はい、ひきわり納豆とね、普通の納豆、納豆菌はどっちがいっぱいついていると思います？実はこれひきわり納豆の方なんですよね。それはね、この納豆の表面積がね、ひきわりの方が広いからですね。だからね、こっちひきわり納豆の方にはですね、納豆菌がいっぱいついてるんですよ。だからね、旨味成分もこのひきわり納豆の方がですね、多いんですよ。それではタレを入れまして、軽く混ぜまして、これをねサンドしていこうと思います。はい、完成です。ね、もうめっちゃ簡単でしょ。それではね、早速食べてみようと思います。まあ、実は私これ初めて作ったんですよね。ちょっと思いつきで作ったんでね、ちょっと味どうなのかなと思うんですけどね。それではいただきます。うん、納豆ってパンにも合いますね。このシソのね、爽やかな香りがね、このひきわり納豆にめっちゃ合いますね。またこのパンとね、この納豆の相性もめっちゃいいですよ。これね、梅肉、梅干しを添えてもね、いけると思いますよ。納豆とパン、ほんとね、めっちゃ合いますので、騙されたと思って試してみてくださいね。これね、あとチーズ乗せてね、オーブントースターで軽く炙ってもいけると思いますよ。チャンネル登録してね。はい、ということでマルキン食品の元気納豆、国産ひわり食してみました。納豆といったらやっぱり普通ご飯なんですけど、想像以上にパンとも合いますね。ね、ぜひですね、パンに挟んで納豆食べてみてはいかがでしょうか。トーストした食パンに納豆を乗せて食べるのもね、おすすめですよ。ぜひですね、お試しいただければと思います。ご視聴いただきましてありがとうございました。はい、本日はご視聴いただきましてありがとうございました。ひきわり納豆ですね、久しぶりに食べたんですけども、やっぱり納豆の旨味、こっちの方がありますね。ひきわりってね、ちょっと若い頃はね、ちょっと抵抗があったんですけども、ね、なんだろう、年取ったせいなのかな、ね、ひきわりね、なんかめっちゃ美味しいですね。やっぱりね、納豆菌がその分多いからですね、旨味成分もね、こちらのひきわり納豆がいっぱいですので、ぜひですね、こちらの国産ひきわりお試しいただければと思います。本日もご視聴いただきましてありがとうございました。よろしければ高評価にチャンネル登録お願いいたします。それではだんだんなー。
まだチャンネル登録しとらんと、そらいかんばい。チャンネル登録せんといかんばい。はよしなっせ。ほら、チャンネル登録しなっせ。